川隆のラジオの時間。皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、またまた白馬から、はい、お届けしております。そうですね、こういう収録する側の立場からしても、会社でずっとやってるよりもたまにはこういう形でね、はい、やるのもいいよね。もう7年8年ぐらいになるのかな。そのぐらいですかね、うん、なかなかね実現しなかったんですよ。一度も実現できなかった。というか、まあ、涼子ちゃんが大体外に行かない人だから、あんまり連れ出すのもどうかなと思ったんだけど。そんなことないです、連れ出していただけたらありがたいですね。じゃあ来年は北海道でぜひやりますか。まあそのうち海外でやりますか。いいですね、みたいなんですね。一つの目標として。そうですね、私一人で海外は行きますけど、私一人で喋っててもねどうかなという気もするし、なんか特派員のようにオンラインでつないで喋っててもなんか臨場感が伝わらないじゃん。いつものことだから。それだとそうですね、それ会社的にも日常じゃない。私がドイツにいますよって、だってそれもね、いろいろ伝えたいこともいっぱいあるんだけど、それよりは皆さんを連れていけるようになった。これもでも皆さん次第ですよね。聞いていただいている方がどれだけもっと聞いていただけるかと。いつもありがとうございます。そうですね、っていうところですね。じゃあまたね、引き続き頑張っていけたらいいなというふうに思います。じゃあ今日のもうテーマいきましょうか。はい、今回はエクシブ東急ハーベストのシェアホテルからノットアホテルのシェア別荘へ、その金額は年間30泊で3億円以上、その仕組みとはというテーマです。はい、ちょっとね、前僕のこのポッドキャストでエクシブの仕組みについての話をしました。はい、非常に再生回数多くて、 YouTube にしたやつかな。やっぱりそういう名前のところでチェックするとかする人もいっぱいいらっしゃるんだなということで、ちょっと今回ね、要は普通にホテルを探します。例えば軽井沢のホテルを7月に泊まりたいと思うと。でそうすると何が起きるかというと、高いが一つね。普通の、でも軽井沢そもそもホテルは高いわけですよ。で普通の外国ブランド、例えばマリオットとかインディゴとか5万円ぐらいするんですよ一泊。そんな広いホテル、広い部屋じゃないよ、30平米ぐらいかな。それがシーズンになると10万ぐらい普通になるんです。でもともと高いホテルは20万ぐらいするんですよ一泊よ。でそういうこともあって、そのエクシブ軽井沢、東急ハーベスト軽井沢っていう、まあ別にエクシブは軽井沢だけじゃないし、東急ハーベストでも軽井沢だけじゃないんだけど、要は会員制で権利を買ってそこのホテルに泊まるという権利を持っていて、泊まりますというやつが、まあ、一気に流行ってるから、別に軽井沢だけじゃなくて全国的に流行ってて、それは何でかというと、そういうホテル事情を考えると取りやすさがまた違います。まあ、例えばエクシブがなんで人気あるかというと、夏でも値段変わんないんですよ。一泊1万いくらとか、いい部屋のグレードを買った人だったら、そうだな、100平米ぐらいの部屋も泊めら、80平米とかの広い、こういうそのキッチンはあったりなかったりなんだけど、そういうリビングある部屋とかも泊まれたりするんだけど、一部屋単位なんですよエクシブは。それで3万いくら泊まれるんですよ。だけど会員権をそもそも買うわけ。まあそれが不動産の権利がついてるのかついてないのかちょっとまた東急ハーベストの仕組みが違うんだけど、でそれを最初の時点で買うと、まあ、1000万とかいう金額を一旦権、要するにそのホテルに宿泊できる権利を1000万とかで買って、なおかつ3万円一泊で払って、食事するなら食事代も払ってっていう感じなんだけど、人気が絶えないんですよ。でその理由は何かというと、やっぱりそのホテル事情を、一般的なホテルになった瞬間に狭い、高いスイートルームだと10万円普通にする、20万ぐらいする。でもさっきの1000万という金額を20万で割ったら50回泊まれるっていう話なんだけど、なんかね人間面白くて、まあ、その1000万をどんな形で法人的に経費処理できるかとか、いろんな問題はちょっと一旦置いといて、実際50泊計算すれば分かるんですよ。どんなに高くても、そんなに行かない人だったらホテルを高くても泊まった方が安いはずなの本来は。なるほど。なんだけどやっぱりね、実際に僕もエクシブとか泊まったりしてるので分かりますけど、そこがちゃんとエクシブも戦略を立ててて、サービスクオリティが高いのよものすごく。で満足っていうのと、やっぱりもちろんその中会員もいっぱいいるから早めに取らなきゃダメなんだけど、ちゃんと考えてやれば結構そういう時も取れるし、でお金もかかるけど大したことない。まあゴルフの会員権と基本的に一緒です、考え方に。要するにゴルフ会員権何百万で買って、でプレー費も払って、もういつ元取れるんだみたいな計算をしだすとキリがないというか、だけどそれでも取れる。そうすると、まあ、まずそこの安心ステータスもあるし、実際に
泊まれるっていう安心感もあり、その中で実際に手続きしていけば他の人、まあ、東京ハーベストの場合ちょっと仕組みが違って一般の人も泊まれるようになったりするんだけど、でも高かったりするわけ一般の人は。なんだけどすごくそのホテル的に全然その行った時に満足もできるような状態になっている。この2つが大体代表的な商品なんだけど、そこに今度はノットアホテルという、ノットアホテルって英語でだからノットアホテル、ホテルじゃないですよっていう意味なんだけど、これは何かというと別荘です。要するに1個ドーンって別荘、1戸建てみたいな別荘、これをシェアしましょうって話なわけで、さっきタイトルに年間30泊で3億円以上と、はい、これはだからその不動産の権利を買うんです。だから共有でシェアする。30泊ってことはですよ、何分の1ですかっていうのを考えると年間は365日だから約12分の1なんだよな。360泊できるとすれば30泊っていうのはそれの12分の1じゃないですか、はい、だから何が言いたいかというと、これが12口あるわけよ。3億円が12口あるわけ。ということはこの1棟全体を全部が売れたら事業主はいくら金が入るかというと36億円入るわけ。すごいですね、うん、でね、そんなのあるのと思うと商品を見ると、これちょっと袖のスマホから出してるけど、この半島のほとんどがそこの敷地だったりして、そこにどでかい建物が建って、そこを極端な一組で占有できるんですよ。何百平米で建物なの。贅沢ですね。贅沢なの。でこれなんかは、これ場所は瀬戸内なん、でもう一つは石垣島。石垣島もなんかこの円盤みたいなやつで、これもこれなんかその30泊で3億8000万からですよ。でこれはね、30泊だったら3億8000万なんだけど、仕組みを見るとですね、全部買うよと、40億出すから俺全部買うよっていうのもありなんだって。で全部買うよって言って、じゃあ全部使わなくてもいいんで、ノットアホテルはさすがにこれは金額なんで利用料はかからないんですよ。ちょっと管理費とかかかるんじゃないかなって気はしてるんだけど、もちろん。だから例えば年間30泊分はあなたが使う権利がありますと。でその30泊のうち30泊使わないという場合だったら、その権利を他の人にまあ売ればっていうか、収益に自分の方の収益にはなるわけで、今度そのじゃあ誰が泊まるのと、自分がこれ買った人しか泊まれないんじゃないのかっていうと、実はノットホテルって泊まる権利だけを今度小口化して、まあ、商品化してるんですよ。それがノットホテル NFT っていう割安で泊まれる権利をまた売りますよっていうのがあって、そうするとそこがオーナーに返ってくるお金の仕組みになってて、だから不動産業をやってる私がするとものすごく、お金持ちってそのお金をただただ消費するだけじゃなくて、それがいかに運用できてお金が回っていく中で、まあ資産価値が最終的に上がるかどうかって話はちょっと置いといて、でもキャッシュフロー的に言うと、この家を例えば買ったとします、年間自分も使えます、で残り1年間ぐらいで商定シミュレーションしたらいくらぐらいの収益が上がりますから、利回りで言うとこのぐらいになりますよと。その利回りはそんなに高くないと思うのね。だけど返ってきますって仕組みなの。さっきの最初のエクシブとか東京ハーベストはそういう権利はないというか、自分が使うために分割でシェアで買うわけ。でもここはそうじゃない。でもう一つ特徴は、例えば石垣島を買いましたと言っても石垣島だけに泊まらなくてもいいのよ。だから要はやっぱさ、僕自身も別に別荘持とうとは真剣には思ってなかったけど、例えば別荘買いました、そこばっかりいいと。あと例えば管理どうするのと、行かない時って結局行った時にさ、あの窓開けから掃除からしてたら嫌じゃんみたいな話になるじゃない、はい、で例えばここだってスターリーってところが自分のものだとしても、来て鍵開けて掃除から始まってちょっと大変ですよね。なんかいまいちじゃない。でやっぱりこの理念じゃないけど、タオルとか等交換してくれてうんぬんっていう話だったりするじゃん。それを買ってやって、なおかつ自分のものにするっていう、まあ民泊ですよ。あの例えば投資のマンション買って民泊に使って、自分が泊まんないときは他の人に貸すよ、それで運営費は運営会社に払うんだけど、その収益の一部は自分に返ってくるとっていうことがですね。でこれね、まだまだどんどん数が増えてて、別にその30何億1棟の物件ばっかりじゃなくて、もともとは全然もっと安くて1000万とか1500万、30泊の権利で1000万から1500万だけど、それをさっきの12倍すれば1億何がしの1棟ですよ。だから例えば軽井沢の別荘みたいなものを1棟を10人で1人1500万で売りました、まあ、12人なんだ正確に言うと、っていう風にして、で自分もその30泊泊まれる権利があるけど、泊まらない時はその売れますよみたいな話にすると、まあ30泊泊まる年もあれば泊まらない年もあったりで、そういう人に限って言うと1個だけじゃなくて、いろんな自分の知り合いに泊まらせたり、いろんなことができたり、だからそのなんだろうな、お金持ちのための
ただ自分が止まるっていうことだけじゃない世界があって、まあ、でレベルが上がれば上がるほどもっと選択肢も広がる中で言うと、でなんでこのね今回一番言いたいのは、まあ、別荘ってさ行ったら別にコンシェルジュもいないんだよね。 でもね中途半端な人は向こうに行ってそのいらっしゃいませって言ってもらうの嬉しいけど、本当の金持ちって別にそこに人いていなくてよくて1週間ほっといてくれ的な感じなんだって、はい、で特に外国人とかが来て、さ日本の旅館だとさほら例えば布団の上げ下ろしも全部やってくれたりするじゃん。そうです、ね、で中井さんとか入ってくるじゃん。それを全くしない方がいいんだってやっぱりすごくほっといてくれた方が、そうそうそう、だって自由にどんな風に使うかは、ただ綺麗になっているでそのまま気軽に帰れる、管理も全部やってくれる、で静かになってる、で自由にやるというのって結構当たってて、まあ、 あの廉価版まであるわけよ、そういうホテルサービスっていうのも。だけどこれだけの金額になるってことは普通に考えれば一泊何百万とかってするようなホテルだったりするんだろうけど、あのね外国人富裕層ターゲットにした商品らしいこれで、やっぱり外国人から見て日本のすごく魅力があるんだけど、泊まるところに関してのクオリティとかそういう広さとか満足っていうのが、例えば一族連れてきてあの1週間とか1ヶ月泊まりたいって言った時にもう金なんかいいんだよいくらでもぐらいの人、アラブの頃金持ちとか想像すればさいるじゃない、はい、そういう人たちが泊まれる、泊まってよかったねっていう場所がなかなかやっぱないんだって。プライバシーもちょっと守れないしみんなと一緒にっていうじゃない、だから一棟貸し切りので、それを究極極めていくとすごい、その土地も何万坪なんのかな、例えば分かんないけど、で建物も何百坪のでかい建物の中にいっぱい部屋があって、別に使うわけじゃないんだろうけど、でもこの部屋はプールがあって何があって何があってみたいなものをでやっぱないんだよ現実問題で、それを作るためにもそういうものを売らなきゃいけないし、で売った後の運営っていうものに関してもかなりなんだろうな進化してるなというか、まあ当たり前なんだろうけどね、この専門家でやってる人たちからすれば当たり前なんだけど、だからそこのグレードとターゲットと何かをっていうことでいけば、まあ僕らは庶民ですから一般のね、ただ富裕層ビジネス的なところでいけば海外不動産やってるっていう立場からするとそういう商品とか気持ちとか あるぞっていうこと自体を理解しなきゃいけない。で外国なんかに行けば多分あるんだよ、こういうすごい高い一泊いくらみたいなところに泊まれるみたいなやつが全然あって、でここにシェフを呼んで、だって白馬だっていくらっけ一泊60万だか70万だかみたいなところに単純に泊まって、でキッチンもあるけどそこにどうするかというと今日はどこどこのシェフを呼んで作ってもらいますみたいな、そういう世界だったりするから、はい、もっとここはまだ共同住宅だけどそれを一戸建てだったらもう気兼ねなくできるからっていうので、これ別荘で全国今まだ20箇所ぐらいなんだけどこれがどんどん増えていくらしい、その中に白馬の候補もあるらしいっていうふうに思うとね、その今後リゾートが伸びる場所っていうのはこういうホテルがどこに作られますかと。で、ね、意外とね大都市でもないし、その本当にその、まあ、ある人が言ってたけど半島の先にこれ以上もう海しかないよって場所とか行くともう贅沢感極まりないらしい、だって私しかいないしみたいな、そうするとそこに気に入ると1年後にも予約して帰るらしいんだよ、そういう人はすごいんだって。だからそういう話っていうのは話には聞いてたけど現実問題、これ乗ったホテルのフェイスブックとかに広告入ってくるわけです私に、で乗ったホテルなんだとどんどん見ていくと、なんだ仕組みやどうなってるのってなると、ちゃんと考えられる。だから実際問題こういうのってやり始めた時にいきなりバッと集まってくるわけじゃないし、本当に富裕層でお客さんを抱えてないとなかなかできないだろうから、すぐ全部が売れてるかどうか分かんないけど意外と売れてくかもよ、ないから他に。そうですね、うん、これからって感じで、これをだんだんどうなるかって真似をしてクオリティが下がるところが淘汰されていくみたいな感じもあるのかなと思う。だって実際これを乗ったホテルを調べた後にまた全然ちょっとサブスクで月いくらって入って別荘を月々5万5千払えば使えますよみたいなやつもあるんだよ。だけどちょっと全然またクオリティが違うんだろうなみたいな話だったりするので、いろんなものはあるけどちょっとね知らないと全く知らないじゃん。それ知ってるだけで全然その深みが違うというか、その単純にこのホテルをいくらで泊まる得だ損だと言ってる次元ではもうないなと。選択肢が増えた感じですね。増えたし、賢く例えばね投資する投資家なんかとか、あとライフスタイルを豊かにするためにも結構面白い選択肢なんじゃないかな。あ、有名ですよ。だからノートホテルってのはもう結構お金持ちの人からすると結構有名なんじゃないかなとは思いますけどね、うん、なんでまあちょっとぜひ参考にしていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。